きゅうりとトマト。夕方5時やけど、ちょっと今日疲れたし、もう早食べて寝よ。そんなに食欲もないし絶対夜9時ぐらいにお腹すすやけどサクッと作っていこう。きゅうり切っていこう。じゃばらにしよう。先生って熱くても食べれちゃうんだな。大丈夫、ちょっと一手間入ってもてるから、うん、ちょっといつもより粗いとあ、そうだ、幅が太い。はい、OK。 トマトも切っていこう。スピード料理ナンバーワン。確かに困った時です。 OK、 完成。完成も何もサラダチキン、今日はこれで冷たいだし茶漬けにしようか。あったかい方がいいかな。冷たいやつじゃあ冷たいやつで、氷とか入れよう冷た。サラダチキンはこの中でほぐしていこう。ほぐせれるんや。うん、ちょっと無理やり感はあるけど。はい、OK。 ご飯多い？いや、ベストで、サラダチキン乗せていこう。もっと細かくした方がいいかもしれない。いや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 、もう乗せちゃうわあ、意外とボリューミーないや、茶漬けやから食べれるから、食べんとあかんっていうのもあるし。こんなにいろんな白が集まることも珍しいお茶碗の白、ご飯の白、サラダチキンの白食欲なくなる。もう、いいか投げた、なんて言ったらいいの。投げた、いや、いいよ、全然。もうちょっと咲いた方が良かったかもね。で、トマトも乗せちゃう。ちょっとご飯の量多すぎたな。俺のせいや、意外と食べれるよって言ったばっかり。あ、すごい、なんかモンスターボールみたいなで、大葉、梅干し、ちょっと海苔も乗せといていい？はい、OK かな。じゃ、お出汁作ろう。本だし小さじ1、昆布茶小さじ2分の1。どうやろうか、こんなもん。昆布茶のだし、ちょっと混ぜてみるわ。腕とかさ、めっちゃいい匂いしてる。水、ちょっと薄いぐらいな。ちょっと昆布茶追加するわ。氷入れよ。いい音。わあ、いいね氷だけでテンション上がるよ。ありがとう。はい、お出汁完成。かけて食べよう。いただきます。食べよう食べよう。うん、うん、最高、美味しいな。うん、食べやすいな。なんやろね、このさっぱり。うん、本当もう料理界のアクエリ。これね、運動会のお昼ご飯とか一番嬉しくない持っていけたらな。
ちょっと一旦そのまま食べてみよう。どうなん？このサラダチキン美味しいな。美味しい。だしじゃなくてもマヨネーズかけたらうちはいけるんやけどさ。うまい。うん。あー、ズルズルいける。うん。大葉がいいわ。梅あるのとないのでは全然違うかもしれない。それはもう梅茶漬けやん。あーいいねこれ、料理界のポカリ。今日アクリルとポカリ。今までで一番前髪上手に切れたんやけど。めちゃめちゃいい長さ。ちょっとずつ短くなってない？いや今まで一番いいよそれ。嘘。うん、ありがとう。だいぶスッキリしたもんね。うん、あっそうやったもんね。だいぶ切ってくれたんだ。え、俺にはもうそれだけ。今まで一番いいとかさ、あっそうやったもんねだけ。今一番いいよみたいなのない？いや、ここ最近で一番いいよ。うん、何をモチーフに切ってくれたとかある？いや、ないのよ。いや、ベジータとかさ、そう、ない？いいの、ベジータで。だいぶデコは上がってるけどさ。いや、でもめっちゃいい。うん、後ろ切ってほしかったから。うん、嬉しい。すっきりしたな。うん、いや、本当にいいよ、その髪型。本当にこれは何モチーフなの？ダンゴムシ。それダンゴムシを。外では言わんとって。ここってこと？ここが横から見たダンゴムシってこと？そこそう、ちょうどお風呂場に入り込んだから。芸術家の感じよそれ。たまたま目に留まったものをさ取り入れるのはいいね。でも本当にすごい楽。俺70過ぎてぐらいからモヒカンにしたいなと。なんか毛量足りるかな。70から相当頑張っとかんと無理よ。あ、そっか。いやでもなんかかっこいいなと思って。そのいや、かっこいいな。渋さが増す渋おじになりたいからさ。いや、あんま小柄のモヒカン見たことないんやけど。嘘や。見たことある？え、ない。そういうやってみたい髪型。うち系坊主かな。イケオバ？イケオバは坊主やろ。坊主。いや、そうなんだ。坊主金髪ぐらいのさ、やっぱ夏木マリさんとか憧れる魔女っぽい人。むっちゃ刈り上げたいし。で、70歳ぐらいになったら、うん、白髪モヒカンと金髪坊主。琵琶湖のほとりに住もう。どうしよう。うん、いいね、決まったな、夢が。うん、誰も近づかない琵琶湖に。あの二人が住んでるんだよな。あっこには近づかない。もう止まってるや。もう止まってんな。ちなみに服は何着る予定？トゲトゲ。がっつりや。パンクロッカー。パンクロッカーなの？70から。あの北斗の拳ぐらいのあの時期もの。あ、いいね。今それやったらテレビ出れると思う。嫌な映され方すんで。あ、それででもポツンと一気で狙ってもいいかもね。そんな派手な人あんま出てこない。どうも出てきた。着物着た金髪も。後ろがパンクロッカー。よくやられてるんですかって聞かれてないです。マジで今からもう農家ですって言うやろ。何が面白かったか分からん。こんなことはしゃいでたよ。全然面白くない。早寝よ。それがいいわ。うん、そうしよう。ごちそうさまでした。